向こうさん、日本人の9レが知ってるエースがルフィに残したあの名言の声ま似お願いします。エースがルフィに残したあの名言ね、オッケー。おいらは、せ、世界一の海賊になってやるからよエース、お前は俺が超えるんだ <laughs> こ、こんな、こんなんやろ違う 違うのえ、エースってあの、エースやろあの先、先輩っていうかあの、先輩っていうかあのえ、えあの、右腕切られたやつやろあ、そう、シャン,シャンクスや、それ。ごめん、シャンクスやった。それ、シャンクスか。シャンクスとエースって何が違うの ルフィはは主人公やろあ、ドイツ人物なあ、エース・シャンクスかシャンクスの名字エースやったえエース・シャンクスやったっけに、なんかルフィがなんかルフィをかばるときにシャンクスが右腕なんかもぎ…もぎ…なんか食いちぎられんねんな で、なんかル,ルビーがそれ見て泣いて、なんかん、泣くなよっつって、こう、シャンクスから麦わらの帽子をこう授かるっていう。あ、エース、船長って意味。シャンクスと呼びとエースと呼びで分かれてる。ごめんのおど、どこまでが、ほんま、それ。お前、変な知識入れんな、ね、よ、ほんまに。な ちゃん、ちゃんと正しいの教えて。変、変な知識すりごまとって、マジで、ほんま。で、これからワンピース勉強したいねんから。エースの息子は白ひげ白ひげってのがちょっとわからん。オタク得意の知らないアピール知らないアピールって、何それ俺知りたいねんけど。 お前らが教えてくれないやろ。な、な知らないアピールって。お前ら、お前らが変なこと吹き込んでんのやろ。で、で、エースとシャンクスってほん、お同一人物なんかってほんまに、ね。教えやろって。ええー、から。ほんまのこと書けよ、もう気持ち悪い。本名はフィガーランドシャンクス D ・エース。モンキー D ・ールフィ的な感じ AXD、んいやもう分からん、もういいや。<laughs> エースの名言じゃないとか海外にいたのか電気止められてたんか。<laughs> え、なにその日本人は全員ワンピース知ってるみたいなノリ。わ <laughs>、そのワンピースハラせすめんやめてもらっていいねえ。<laughs> それハラスメントやから言っとくけど。 普段俺が野球の話したら野球の話やめるとかよくするにさワンピースはいいんやそうやって押しつけて。